おはようございます。じゃあ今日は、はい、スローカレーシング二人三脚でずっとやってきてる吉田さんに、はい、来てもらってます。ありがとうございます。はい、お世話になってます。はい、まあ鶴岡さんが代表で、吉田さんが職人さんっていう感じで、はい、僕たちはもう本当にいろんな番組を聞いてもらいながら、いつも細かいこと、わからないことも含めてたくさんお世話になってるんで、はい、まあ、まあその中でもちょっといろんな深掘りした話を、はい、今日は聞けたらと思います。はい、うん、で、今鶴岡レーシングで作れるのは黒森、はい、カーボン、カーボンこれですね、ハイブリッド、うん、でカーボンシールハイブリッド、あとはそのまあ修理系ですね、はい、カーボンの自転車の、まあそうですよね、もうカーボンがその割れてしまったら終わりって思ってる方って結構いると思うんですけど、はい、あの修正ってどうやってやるの？ひとまずは、普通の例えばスチールのフレームみたいにパイプをローズ付けされてるものを炙ってばらして新しいパイプと差し替えるっていう、例えばスチールのフレームだったらそれをやるんですけど、はい、そうそうね、カーボンの場合はそれができないので全体像で出来上がってるので、まあ、逆に車でいうモノコックみたいな、モノコックだから、はい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 、どうしても、はい、まあそうですよね、全体でバランスを取って強度を取っているので、はい、一部だけ交換というわけにはいかないんですね、はい、そうするとどうしても、まあ、逆に言う外側から、はい、なんて言うんでしょうね、俗に言う人間で言えば捻挫した時のテーピングみたいなのが、はい、でこう補強するっていう意味ですね、ちょっとフレームって言いますか、はい、はい、この僕たちのフローチャーズ向けにも作っていただいてこのフレームなんですけど、はい、そのカーボンの特徴ってやっぱり軽さと、はい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 、しなやかさ、強さとかって、はい、ちょっと焼き加減変えるね、カーボンの場合は、はい、もうまず使う、カーボンの種類、はい、例えば T の、まあ、800がありますとか、はい、そういう種類があって、はい、今のモデルは結構どっちかっていうと強度を出すのに出ちゃってるんですね、その強度自体があるんですよ、カーボンの、はい、あ、材質でも強度が出てるので、はい、2ヶ月が作ってきたんですよ、はい、という形にして樹脂分が積層の枚数が少なくて、はい、樹脂分が少なくなって重量が軽くなったんです。でも工程的にも完璧なモノコックに近いものになったんですが、はい、それは中に入れる作りとしてこういうフレームで言えば昔はビニールの袋を何層にも分けて入れてたんですね、はい、今はフレームの形のポリウレタンみたいなものにカーボンを上にそのまま貼るんですよ、はい、なマニアックなのみんなついてくるんですかね。それで、なので、要は重なりがなくなったんですよ、はい、重なりイコール、はい、無駄な重量だったんですよ、はい、だから軽く、そういうことですね、はい、でそのおっしゃってるモノコックっていう作り方と、はい、もう一つが、はい、まあ、テーピングで作るっていうの、はい、それはうちでやってるのは、はい、パイプ自体を溶接で止めるように、はいはいはい、そうですね、溶接ではなくてテープ、そのカーボンのテープを貼って止めるっていうことですね、はい、じゃあ1本のパイプともう1つのパイプをテーピングでつなぎ合わせる、そういう作り方があるんですよね、はい、あとモノコックっていう作り方自体は、まあ、これこういう一般的なやつで、はい、金型を作って、はい、金型を作ってそこに立体形成ですね、はい、立体形成ですね、の方がやっぱり強度も出やすいしバランスも取りやすいし重量が軽くなります、ね、なるほど。さあこれで、ね、例えばその、はい、カーボンってちょっとメッシュ状のような素材のものも、はい、おそらく貼り付けて組み合わせていくじゃないですか、はい、でそれ自体は大体これで何枚ぐらいカーボンの素材使ってますか。これね多分ね3メーター3メーターじゃあでこういうエアロタイプなんて5メーターぐらいありますよね。はい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 、はい、で例えばこのパイプに対しては何枚ぐらいですか。もう何プライっていうとここで言うと多分5プライとか5プライですね、はい、で例えばその BB 周り、 BB 周りは15とか、あそこまで上げるんですね。そういうだから切ってもらうと分かるんですけど、厚いですね、はいはあ、はあ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 、それで、おったなく切れないですよ、見てるみたいです、はい、だから結局その選手によって、はい、その踏ん張りを強くしたいとか、はい、ダウンチューブは固めにしたいとかっていうことが可能です、はい、でもね、これ例えば一体形成の声なんかなかなか難しいですね、なるほど、
そうするとさっき言ったようにつなぎ合わせたカーボンであれば、そうだと、はい、た重量が増えちゃうんで、はい、あのそういうご注文があって、はい、なこうまあ技術的にはなんですけど、まあいろいろやるのでご説明なかなかできないんですけど、はい、カーボンの外側に巻くんじゃなくて中に入れちゃうんですよ、はい、そうすると外観はほとんど変わらないで、はい、まあ合成を出せるとかっていう手法をすべきです。ただそれができる場所でできない場所でそういうのであと発酵っていうので、ロードですよね、ピストは、はい、あのガールズのこういうピストは触れないので、はい、ガールズゲームだとだからあのまあ、アマチュアの距離の方、はい、その場合はそういうのとか、こういうのはあとリブをつけるとか、はい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 、そういうことをあとかこうしてたぶんこれうちのお客さんだと3分の1ぐらいしか理解をしてないかもしれないですけど、僕は工場にさせてもらって大体想像がつくんですけど、でもなんかこの僕たちはこう競輪で使うようなジオメトリーで作ってるから、やっぱ街で乗るのはすごい面白いですけど、ただその、まあ、もっと詳しいことが知りたかったら、はい、行ったら見れるんですよ、普通の方。相談することはいいですか、その、まあ、なんて言うんでしょう、作業工程的に、はい、全くそのお客様がいらした時にできる、はい、まあそうですよね、順番がありますね、あるので、はい、トータルでお見せすることはなかなか厳しくて、はい、一部でこういうのやってますよっていうのはお見せすることができることはあります、はい、そうですよね、なるほど、すごい工場ですよね、その意外とペダさん欲しまりかなと思いきや、もうすごい設備で、もうその溶接する場所があって、また塗装する場所があって、また別でそのカーボンの工場があってっていうのが、まあスケールがすごいんで、まあその工場見学とかはね、はい、もしやれたら自分がそうで連れてやれたら嬉しいですね、はい、まあでもカーボンはもう本当に新素材で、まあ触ればね、あれですか、もうすぐ分かる軽量化とか綺麗なこの部屋の形状が迫力ありますよね。まあそのなんか本当コンマ何秒競う選手が乗るのは分かるんですけど、僕たちみたいなこうスタイリッシュな街にしたいっていう人も、ね、絶対こう一本持っててもいいだろうっていう思いますね。ノーケービはちょっとスチールにはないものがございますよね。ですね、ありがとうございます。あ、ちょっといいですか、置いておいてもらって、はい、じゃあちょっと黒森、はい、の話も聞いていいですか。はい、その、まあ、競輪ビルダーさんっていわゆる NJS って認定があるんですよね。はい。それは何でやったんですか。NJS っていうのは、日本 NJS はね。ダメだ。NJS は NKG と間違えてた。日本自転車。アスコの NJS 日本の中です。本当そういう自転車アソシエーションじゃなくて日本、うん、これは JKA なんですよ。じゃあ NJS っていう製造だから、うん、本当にそういう細かい、なんか どうでもいいって言ったらですけど、あんまり気にしない感がすごい好きですよ。NJS 何のやつかって言われると言われてみるかって言われても普通に NJS って言っちゃってて通っちゃってるから、そうですよね、見かけてなかったです、ごめんなさい。いや面白い。NJS でも出てこないですね、確かに。社長すいません、NJS って何の略ですか。今、こっちに振らないでくれようと思います。何だろうね、日本自転車振興会。で、ローマ字じゃなくて日本語の文なんで、日本自転車振興会。で、それ本当に昔は日維新って言った時の日維新ですよね。日維新のことなんで、日本自転車、ごめんなさい。はい、まあまあ、っていう認定をもらうと、競輪の選手にフレームを提供できるってことなんですよね。フレーム、正確にはレースに使えるものを提供できるっていう。はい、ああ、はいはいはい。皆さん、例えば練習ではカーボンのフレーム使う方もいらっしゃいます。はい、アルミが好きでアルミを乗られる方もいるし、いろいろなので、その中で NJS っていうのは競輪のレースに出るためのレギュレーションを通った規格の自転車っていうことなんですよ。だから結構こういうパイプとかいろんなもの規格があって、はい、そうですね、使えない部分もございますね。なるほど。じゃちょっとその競輪フレームとは何かみたいなのを、この今のこれ、そうですね、使って、はい、聞いてみていいですか。はい、例えばですけど、その、はい、パイプの、はい、形状はもうこの
丸パイプだけなんですよね。まあ、前三角って俗に言われてる、はい、この部分は丸ですね。はい、で後ろのシートステー、はい、チェーンステーに関しては累積型みたいな潰れたのも使えます。ああ、なるほどなるほど。はいはいはい。でこのパイプの、はい、太さは、はい、まあ、一応比較では25.、トップチューブに使うのが 25.4、はい、1インチですね。1インチ、はい、あと1と8分の1の 28.6、はい、でダウンチューブは、31.8、はい、のを使うがオーバーサイズでね、オーバーサイズ、ね、数字は 28.6、はい、っていう形になりますね。はあ、で、はい、その今、NJS として使っていいパイプブランドっていうのはひとまずは、はい、コロンバス、あ、海星、コロンバス、イタリアのコロンバス、日本の海星、海星、あと、丹下、丹下、はい、はい、あとレイノルズ、ああそうか、レイノルズもあるんですもんね。で、はい、あと登録制なんですけど、あとあれも使ってますね、あの台湾のメーカーで、はい、なんすかね、たまにうちも使うんですけど、台湾のエコ、エコ、確かに、いや初めて聞きますそれ。で登録制なので、はい、うちがだから登録してれば使える、よそのビルダーさんが登録してても、はい、うちがそのパイプとか材料を登録してないと使えないんですよ、はい、なるほど、そういうシステムなんですね。はい、ちょっと待ってくださいね、ちょっと今戻しますね、はい、カメラで、その選手によって、まあ、使いたいパイプとか、はい、って変わってくると思うんですけど、はい、そのメーカーでのざっくりしたその特徴っていうか、軽くしたい人はここはわーとか、ね、私が現役の頃は、うん、その今でいう改正が石綿とかって言ってたんですよ。石綿、はい、はい、斜面が石綿です。ああ、そういうことですね。はい、今は改正になって、はい、でだけどブラックパイプブランドの番号は019-022とかっていうのが継続されてるんですよ。あ、ね、はい、あれ019っていうのは、その組んだ時の総重量が一応 1.9kg とかになりますよってね。あえてその、はい、019と022とかをブレンドします。重くすると何が、重くして剛性感を出せるっていうんですかね、あの力のある人がしなりすぎちゃって、はい、嫌っていう方もいらっしゃるんですよ。なるほど、そう、今多分言ってる剛性っていうのはもうパイプの、まあ、力強さとか耐久性じゃないですか、ね、はい、だからしなやかさが出ないから、やっぱり脚力のある選手が反応が早くしたかったら、そうですね、そういう太いものを使うってことですよね。とかあったり、まあ肉厚、まあ、オーバーサイズが太くて、はい、022と肉厚があるってことですね、はい、0.9mm とか、はい、0.8mm ってやる肉厚が、はい、だからその部分で、外形は変えずに、はい、肉厚だけ厚くしたのが019-022っていう分類に入ります。なるほど。でなるほど、その中で、はい、今度はその中にブレンドを、まあ、パイプもチョイスして皆さん使うんですよね、はい、選手なんかですとダウンチューブには022を使ってくださいとか、はい、ダウンチューブが例えばコロンバスで、はい、トップチューブはレイノルズ、全然もいるところですよね。いらっしゃいます。はい。すげえ、そこまでの違いがやっぱり選手だったらもう敏感に分かるってことですね。それ敏感に分かるのと、はい、あとは選手はやっぱり商売道具なので、はい、いろんなのを自分に合っての探そうとする方が多いので、あ、なるほど。いろんなのを使います。試合で使うわけではなく、練習で試合で使う、試して、まあ、レースで基本的に使えるものとして NGS の道具で作って、はい、で、要するに。まあ、レースでいうと、そういう使い方というと、レースではいいんだけど、練習ダメはあんまりないんですけど、練習でよかったね、レース行ったらダメっていう選手あるんですよ。で、そういうことは、そんなことあるんですか？で、人間の心理として、練習でなんか調子悪いんだけど、みんなと練習してても負けちゃうんだけど、はい、競争行って調子が良ければ、その自転車っていい自転車になっちゃう。なりますね。まあ、それはあるんですけど、逆が結構いいんです。練習じゃすごい調子よく行ったのに、本番のレースでなんか出ない自転車とか。ギアをかけたら出なかったとか、競争ギアのレース展開にそんなことあるんですね。そういうのがあって、はい、だからそういうので、自分に向いてる、要するに材料のフレームってもう限られてるので使える形とかが、はい、それで材質とか肉厚とか
そういうのでチョイスをしてるんですね、メーカー、パイプメーカーで。深いね。その域までちょっと自分の10年かけて自分のフレームっていうのを作ってみたいですね。そうすると今、まあ、以前にも栗さんにもお作りいただいたので、はい、それをベースにこういう感じだからじゃあこうしましょうかっていうので、うん、一応まあ私たちビルダーとお客様がお話をして、はい、良かれと思うことを積み重ねています。はいはいはい、それでちょっとずつ改善されていったら、はい、じゃあよく正解でしたねっていうのが実際あって、やっぱりその先見の場合は先方もあるじゃないですか。はい、あとはあの同じ追い込み選手でも、まあ、体のでかい追い込み選手もいるし、はい、選手もいるし、やっぱり選手さんの別というか、はい、同じあの人でよかったけどこの人で通用するかっていうのはやっぱり、まあ、そうですよね、選手の踏み方と、はい、まあ、特徴、そうですね、走りの特徴でってことですよね。だからやっぱり、まあ、それがオーダーの強みなんですっていうふうにはなりますけども、やっぱりオーダーでもいきなりオーダーで作っても良くなるとは、まあ、正直ありますね。だからやっぱり福井さんたちがメインで扱ってらっしゃる、はい、決まったサイズのってあれすごい大変なものです。量産であれを叩き出したっていうのは、このチョイスでこういう万人向けするのって作るのすごい大変。一人の人の作れないんですか、なかなか。そうですよね。これを万人に向かって作るっていうのは、うん、確かに。だからそれはやっぱり、まあまあ、その分ね、あ、体格が合わない人がいたら。もうその数百台が売れ残りになっちゃうリスクがあるわけですもんね。でもただそのワンオフっていうかワン、あのオーダーメイドで作れれば、もう絶対にその人に合ったものは作り出せるから、そうですね、うん、まあ、安心感があるってことですね。なるほど。だからやっぱ僕らもそのやっぱり有馬の自転車を買うと、あれなんかここのもう少し、あのしなやかさあったらいいのになとか、もうちょっと起きてたらスキッとしやすいなとかって、細かい部分がやっぱりその積み重ねあるから、そういう人は絶対オーダーした方がいいだと思います、ね、で、例えばですけど、僕らがいつも思ってるのが、その自分のために作った自転車が、はい、本当にその、まあ、湿度管理とか雨ざらしにしないとかってもちろんなんですけど、で丁寧に乗ってると長いのはもう余裕で50年とかって乗ってる人もいるわけじゃないですか。はいはい、いらっしゃいますね、うん、でもそれももしどっかにクラックが入ったら、猛烈溶接をし直したりとか、うん、塗装を剥いできたら塗装し直したりとか、ね、リペアを積み重ねると、あとはそのなんか90年前のトライアンフとかも世の中に出回って暮らしてるっていうのが、そのピストバイクはその規格が変わらない 700C で、うん、そうですね、はい、いわゆるそのエンド幅も変わらずにこうずっとみんなで作り続けてきたものだと思うんですけど、はい、そうだからやっぱ、まあ、自分の子供もおそらく自分の体験に合った子だから、うん、例えば高校生の時にも入学以外で自分の自転車を譲るとかっていうのは、うん、男としてはロマンありますよね。今回はね、うちにその斎藤総務のリペアでそういうお客様、お父さんが持ってた自転車を持ち込んで、うん、高校生の息子のために新しく塗装したいっていうので、うん、でまあ、メッキがされてた自転車なのでメッキを剥がして斎藤総っていうのに向けたの聞いたらお父さんが言ってたし、だからそういうのがね、引き継がれていくんですねって思ったら、ですよね。まあ大体おじの背中見て育ちますからね。そのはい、ね、まあ分かる気がします。その気持ちでもなんかそういうもの作りが僕らもしたいなと思うし、そういうものをしっかりこうチョイスした上でそのお客さんに進めたいと思うんで、でもだからこういう自分だけの一台っていうのはもうこのピストが好きだなっていう人はあのぜひ組んでほしいっていうのは、あの例えば、はい、僕もよくお客さんにもいいんですけど、はい、イチローと同じグローブを職人さんに作ってもらうっていうのは無理なわけじゃないですか、はいはいはい、いわゆるミズノが量産しているもので、うん、オーダーメイドがあっても革の質も違うし職人さんも違う、うん、はい、でも競輪ってやっぱりトップ選手が使ってる、はい、あの同じパイプで、はい、同じ職人さんで、はい、それをさらに自分の体格に合ったものを作れるっていうのが、そのなんていうんですかね、NJS ビルダーとか、はいはい、あの職人さんがいてくれて成り立つのかなと思うんですね。そうですね、まあ、確かに、はい、でもそれって他の競技に直すとあんまりないんですよ。例えば僕らがいるスケートボードとかサーフィンとか、はいはい、もうなかなかその本当にトップ選手のものと同じものがもらえるかって言ったら、うん、お金払ってるのも買えないんで、すごい価値だなって考えてもないとは思うんですけどね。はい、でもそうですね、確かに、うん、そうで
そうだから僕たちもそのイタリアの工場を見に行ったりとかもするんですけど、はい、その吉田さんも向こうに行って、はい、イタリアの職人さんに教えたりもするじゃないですか。はい、そんな教えたいっていうことはないです、はい、お邪魔させていただいて、はい、あの日本ではどうなのとかっていうと向こうの人結構お話すぎなので、例えばイタリアの人とか、うん、通訳の人を通して、うん、まあ、ざっくばらに日本ではこういうことやってますよって言うと、うん、時代遅れだなお前らって言われてるのありますよ。ああそうなんですね。向こうの人なんかねこう飛んでるっていうか、うん、面白い、あの、ね、まだもっと自由な発想ってことですね。そうなんですよ、まあ、なんてでもうちはそうなっちゃうから、やっぱ NGS ってやっぱくくりがあるので、うん、どうしても比較内でやらなきゃいけない指摘なところがあって、まあ、使えないんですよってお話をするんですけど、はい、でもだから向こうコロンバスとか、まあ、大道の方でお邪魔した時は日本のその何て言ったら経理選手以外のお客様へ向けての、はい、5セットぐらいとかちっちゃくですけども、はい、あのオリジナルのこれちょっと作ってもらって、はい、あの持って帰ってくる時もあるんです。ああそうなんですね。まあ、工場の設備も面白いですもんね、主役の方が。一つ聞きたかったのが、はい、そのいわゆる一般的に黒丸の自転車って、はい、本当に安いものを探そうと思うと6、7万である、はい、コンプリートで6、7万であるんですよ、はいはいはい、でそのまあやっぱ量産してるとかさっき言ったように一つの形で作ったりとかするし、その中国のその流れ作業の中で作ってるとかいろいろあると思う、効率の話もあると思うんですけど、はい、そのパイプのしなやかさとか、あとシームレスとか、うん、そういう話ってちょっと聞いてもいいですか。俗に言うだから普通、まあ、競輪の場合、ね、合わせ目がないっていうパイプじゃないですか、その引き抜きパイプの、はい、だからそれでかな、いわゆるあれですよね、うん、そのなんか溶接の跡がないですよね、はい、コーヒー缶想像するといいですよね。そうですね、そうですね、あの、はい、コーヒーの缶って硬いじゃん、小さな硬いじゃないですか、うん、あれってこう巻きつけて一本の筋が通ってるから硬くてしなやかさが出ないのが、はいはい、一つの鉄をぐーっと広げて、はい、あの一本のパイプとして作ってるのがシームレスですよね、はいはい、それを競輪とかいわゆるハンドメイドの方たちは選んで作ってる、選んだとか、そうですね、パイプメーカーはそれを作って提供してますね、うん、されてるの。もうそれが当たり前でしょってことですね、うん、実際のところそうですね、そういうのですよ。自転車のオーダーで使うのだよね、それは普通、逆に自転車のパイプの肉厚の厚さではないよね。そうだよね、だから、はい、結局そのシームがあることで、はい、本来黒森のいわゆるその柔らかさとか反発があったりとか、うん、まあ、ダンシングしたりとかする時の、はいはい、その跳ね返りがなかったりするってことですか。それよりも、うん、どっちかというとその強度ムラがあるんじゃないでしょうか。強度ムラ、全く同じ、うん、要するに材質がこうくっつけた溶接した場所って絶対的に全く同じではないじゃないですか、はい、だからそういうところが生まれないようにするために、はい、あの一体形成のされてる。でたまにでもあれです、溶接その引き抜きが厳しい時にそういう自転車もオーダーではない、NGS ではないですけど、はい、海外とかの見たことがあります、はい、溶接があったりとか、あとそうですよ、アルミのフレームで溶接でそういう要するにいろんな複雑な形をするのに引き抜けないじゃないですか、はいはい、ハイドロとかで、まあ、形決まったものにする時もありますけど、はい、いろんな形をデザインした時にやっぱり合わせだったら簡単にできるので、はい、そういうのでやってみたいっていうお話聞いたことがあります。はい、造形にこだわると引き抜きだと無理なので、はい、立体にするためにそういうのもあります。なるほど、溶接場所もあったりします。あえて、はい、まあでもやっぱ自分もそうですけど黒森って、はい、そのシームが入ってるっていうのはなんかまあもうここの心苦しいっていうか、まあ、黒森に乗ってる感覚がなくなっちゃうのが寂しいなと思いますね。 OK、うん、そうですね。あとはそうですね、はい、まあこれから作っていく、まあ、ハイブリッドもそうだし、はい、なんかこうビジョンみたいなのは吉田さんの中であります。工場長だとは思うんですけど、いや逆に言うとですね、はい、私たちは福井さんとかの、はい、とか、はい、お付き合いさせていただいて、そこから逆に言うとその商品お客様の今のニーズとかどういうのとかっていうのを、はい、こういただいて、はい、その中でこういううちのできる方向性っていうので、はい、
どうしたらいいか。だから今回例えば、まあ、作ってきたも、はい、そういうのがやっぱりなんか含まれるわけですね。警察のその競輪ではまあ使えないし、はい、かつてそうですね、自転車競技の競技場の中で乗る人もそんなに好まないと思うんです。はいはいはい、やっぱりストリートの方が、はい、より一層なんとなく次のステップでなんか変わったのないって言った時に、なんか一つの掛け橋になってもらえるような製品として考えるって結構多いですよ。もう要するに MTS の場合はそうですよね。そうです、もうあるので、そういうのに、うん、まあ、分けていただいて次の製品作りに役立ててるのがあります、うん、わあ嬉しい、はい、なんでまあうちのお客さんにもどんどんわがままを言ってもらって、はい、こんなのだったら言ってるってなったら、僕たちがしっかりそれを吸収して伝えてもらったら、伝えていただければ自分たちのできることをなるべく、うん、まああれですよね、希望に添えるようなのができるように、はい、しました。実際やってます。それで今、それでね、私たち年寄りっていうか、はい、年配のやつでも今若いやつにバトン、今うちの代表言ったみたいに渡そうとしてるのは、やっぱそういう、はい、若い人たちってやっぱいろんな発想があって、はい、昔のこだわり、はい、これやっちゃダメとか、こうじゃなきゃいけないみたいな、そういうのがね、ないんですよ。ですから、そうですね、あのダイレクトにそういうの聞いて、いや、こういうのはどうですかってパッと意見が出てくるんですよ。出てくるんだ。あの言われた時に、例えばこうだったら、まあ、こっち側は社員さんとかのお話を聞いて、はい、こういうのはこうだよね、厳しいよねっていうと、はい、まあ、違う角度から若い子たちは、はい、じゃあこういうのはどうですかっていう意見を言ってくれて、それで制御がされるんですよね。だからそういうのでやっぱり、まあ、福井さんたちも、まあ、いろんなお客様と対話されてる方の意見、はい、それで今度は社内においては若い子の意見もすごく一応重要視して、はい、出させていただいてます。ありがたいです。だからその情報として、はい、あのやっぱりだからなんていう、先ほどの競輪選手の話じゃないですけど、はい、競輪選手の場合は1対1でお話をして、その今この人の求めてるものってやっぱり聞かないと物作れないじゃないですか、はい、だけど福井さんたちがいつも売ってるそのリーダーの場合とかあるのって、はい、いろんな人のお客さんの、はい、総合された意見を聞いて、はい、上話し合って決めてることだから、規模がやっぱりでかいので、やっぱ世の中的ないろんな情報、こういう今世の中流行ってますよとか、経営の場合はやっぱり本当のこの作るこの限られた中なので、はい、まあ、ある意味その発展するっていうのはなかなか厳しいと思います。保守的に。そうですよね、はい、でもなんかその競輪の、はい、いわゆるその、はい、まあ名前は出せないですけど、おっ、でかいところになってくると、はい、未だにもうハンドメイドってわけにはいかない会社もありますよね。ね、そのハンドメイド、なんつったらいいでしょう、ね、こういう作り方もなんですけど、はい、一個一個その寸法を出して10メートル辺に乗っ取って作るのと、作り置きでできるものもあるじゃないですか。は、例えばの話ですよ、チェーンステイのエンド、はい、あれってある程度のアンチが作り置きができたりとか、例えば NGS のこれでいうと差し込みがあったりいろんなので角度が変わったりで、半が下がりが微妙に変わったりでできない部分も出てくるんですけど、はい、例えばロードとかああいうのなんかも全部決まってれば、角度ロードのなんかは確かに確かにロードはそうです、ね、そういうので、まあ、例えばロードの世界でもそういうオーダーって言っても作り置いてあるものですから、はい、まあ、セミオーダーに近いですね、はい、だけどこの競輪の場合はそういうのはなかなかできないですね。なるほど。だからやっぱり一個一個手間がかかりますよね。ただフォークなんかのね、曲がりで機械曲げみたいな、はい、まあ、なんていうんでしょう、綺麗に最初からこう描いたカーブを押さえた方だと、まあ、エンドの爪を溶接してからだと、まあ、曲がりがちょっとカクってなっちゃったりとか、はい、そういうのでこれって多分後から、まあ、なるべく時間かかんないようにして作ってるんだろうねとかっていうのは見受けることはありますね、はい。その例えば選手の中で、はい、そのまあ、時代をずっとこう 何十年、はい、3、40年見てきてて、はい、今 その選手の、はい、なんかトレンドみたいなのがあるんですよ。今の例えばフォークが、まあ、逆に今あんま変わらないですか。ちょっと前に言われたのは、力があればフロントセンターが1点分、後ろが、はい、ここが400だったら、はい、前は 1.5 倍の600あった方が自転車は流れるとか、はあ、っていうなんか比率で、ただそれって力がある選手じゃないとそういう自転車踏み込ませないとかって
若い人なるほどしますね。そとかは聞きま、それは聞きましたね、生で。ああ、結構久々にそんな話が。あ、でもじゃあ本当に昔からそんなに大きくは変わらない。変わってないです。あのね、あとね、レギュレーションで例えば今向こうの受験者でましたけど、BB よりも中心よりも鼻が出ちゃダメとか。今もそうなんですね。レギュレーションが厳しくなったんですよ、昔、私たちが。はいはいはい、ありましたね、その BB から上に上げてきた、まっすぐ上げてくよりも鼻が前に出ちゃダメ、出ちゃいけないんですよ、ね、だからレギュレーション厳しくなったので、あんまり触れなくなったっていう、その逆に厳しくなってくるんですね。ああ、そうか。だからそういうので、くくりが、まあ、ね、この間も JK の会合があって、はい、あのいろんなそのくくりをどんどん狭まってきちゃって制限されてるので、あのなかなかそういう大きなことはできなくなって、やっぱりそのビルダーとしての特色を出すっていうのは難しくはなってる。そうですね、そういう部分では結構難しくなってる。今何社ぐらいあるんですか、JS ビルダー。26。そんな少ないんだ。それで、今選手が2300。なるほど。そうっすよね、限られてますね、本当に。ああ、そうですよね。だからそのしかも結構高年齢化というか、いや、逆に言うと若い人だらけになってる。要はその逆にあれですよね、その若い人になるようにバトンタッチしてる、そういうあれ、まあ、システムになって、はい、やっぱり年配の人はなかなか生き残れなくなりました。ああ、そうなんですね。なるほど、そうですよね、はい、それって例えばじゃあ自分が、はい、しないですけど、はい、あの NGS ビルダーになりたいって言ったら、その例えばその養殖する機械を作ったりとか、はいはい、まあ、パイプを買ってきて溶接して、はいはい、であの塗装して、もしできるようになったとするじゃないですか、黒森ビルダーを作れるってなった時に、はい、どうやったら NGS ビルダーになるんですか。まずその作って、JK っていうところに、はい、それを、まあ、昔で日本自転車振興会、はい、ジャパン競輪アソシエーションの JK、はいはい、そこに申請を出さなきゃいけないんです、はい、そうですね、NGS ビルダーに、ね、NGS の登録をしたいと、はい、そうすると条件が提示されます。これをやってください、あれは、はい、だから販売実績を100台の販売実績、はい、作ったものを100台売ってください、うん、その証明書を出しなさいとか、そういうのがあります、うん、そうするとそれにクリアすると、要はあの免許制なので、はい、条件をクリアすれば取れるはずなんです。なるほど、はい、そうなんだ。僕らというと可能性で言ったら、じゃあ例えばクラグって今島野さんと杉野さんしか使えないじゃないですか。クラグ、はいはい。で例えば杉野7号で言ったら、うん、1975年 ?75 周年作ったんじゃっけ、なんかそんな。杉野ね、75? あのなんか、はい、そうそう、なんかそんなあれですよね、会社75周年で作ったクラグとか、そんな感じだったのかな。あと、クラグ の材質、うん、アルミの7005とか、はい、こういう材質も絡めて回りました、ね、ああ、そういうことですね、はい、とディラーしか使えないじゃないですか、ハブもそうだし、うん、でも昔はその、またカンパニオラが使えた時代があったりとか、うん、っていう。それね、イタリアに行った時、コロンバスの社長にも言われたんですけど、うん、やっぱ数が出ないから、うん、会社が辞めちゃうと思うんですよ、今回も。だからハットのヘッドも、ね、はい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 、NGS じゃなくなっちゃいますとか、やっぱりその NGS で、私たちフレームメーカーで3年に一度だっけ、その登録更新っていうね、あるんですね、それを出してやって、はい、あの加重検査みたいなのをかけて、合格をしてもらう、はい、っていうのを、まあ、3年に一度やるんですけど、それがやっぱり、まあ、それをやってどのぐらいの台数が出るかなのか、はい、例えばその部品ではそこの NGS っていう国有って、それをクオリティを保つためにどのぐらいのっていう、多分そういうのも含めて撤退しちゃうんじゃないでしょうか。あとなんかあれですよね、そのなんか落車した時のパイプの中で計量しすぎてなんかがありましたよね、はい、だからそので参入しないのはそういうのだったの、うん、あれですよね。そうなんだ、なかなか利益が出づらいんだと思います。そうですよね、はい、なんかおっしゃってますか、しっかり気がします。なるほど、いや面白い話だな。そうですね、でもまあなんか本当その、まあ、こだわって作ってらっしゃって、
で、まあ、さらにこうやって新しい技術まで追求して、はい、で、まあ、今後おそらくその、街で乗ってる方とかレースの乗り方っていうのが、はい、どん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 この要望が出てくる中で要望に応えられてっていうこのスタイルで、はい、やってるんで、はい、まあ、僕たちもお客さんと相談しながら、そうやってお客さんのクオリティもそうだし、なんか皆さんの夢が叶えられるようにね、お互いに、そうですね、そういう情報を共有させていただければ、はい、次につながりますよね。そうですよね、はい、残せますもんね。うん、いや、ある本当に貴重な話、いえいえ、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。でまたちょっといろいろご相談すると思いますが、はい、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、次は若い人たちですね。そうですね、若い人たち。